皆さんこんにちは、中川明憲です。今この日本という国、本当に心がもう沈んで、なんだか未来がですね、なんかこう見えない、なんかそんな暗闇の中にいる感覚に陥られている方も大勢いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。というのも、東北の方で大きな地震がありました。実は私の実家も宮城県仙台にあり、また父の実家も気仙沼にあります。本当に同じく東北の方で、知人の方、友人の方、そしてご家族、大切な方々がたくさん被害に遭われて、そして心配されている方、悲しまれている方、本当にたくさんいらっしゃると思います。でもそんな時でもですね、私たちのこの国、日本、そしてアジア人として、日本人として、絶対にこんな時だからこそ負けないで、力を持って、勇気を持って、希望を持って前に進んでいかなければならない、そんな思いでいます。そして今の僕にできることは何だろうって考えました。やっぱり歌うことかなというふうに思いました。歌で希望と、そして勇気を少しでもお伝えできればと思って歌いたいと思います。聴いてください。ミラクルオブラブ。未来が感じられたら、私は何を選ぶだろう。受け取ったつもりの手紙、ほんの数秒前の出来事、あなたの寝息、確かに聞こえていた。意図しない別れもあるけど、愛しい時間の記憶遠ざかる今、
信じ